はい、どうもこんにちは、カズワンです。なんかガチャガチャでこないだやったんですけど、巷で人気の呼び出しボタンおもちゃらしいです。まあ、こんなのはどうでもよくて、またアマゾンで買っちゃいました。何を買ったかっていうと、じゃじゃーん。僕が使ってるギャラクシーのケース。いや、これね、もうアンドロイド使ってる人あるあるだと思うんですけど、ケースがね、ないのよ。iPhone 使ってる人はさ、もう山ほどケースあるでしょ、もう。いろんなブランドもあるし、いろんな機能性を持ったものもあるし、もうめっちゃ羨ましいなって。今使ってる僕のケースは、まあ、これちょっと今シール貼ってますけど、なんていうの、こういう、なんかゴムっぽい素材でできてる、なんか本当に昔ながらの感じ。まあ、強いて言えば、ここがね、こうパカってこう開いて、こうなんか台になるんですよね。縦置きもできるし、横置きもできるし、まあ、反対に置けばこう角度もね、こうちょっと調整できたりなんかして、このね、ここの部分はね、超絶気に入ってるんですよ。これすごいいいじゃんと思って。ここからはもう離れられない状態まで今行ってるぐらい、これはすごい気に入ってるんですけど、見てわかります？これも。なんかね、すごいのも、黄ばみが、なんか、ネットでちょっと見たら、こういうケースってやっぱ使ってるとこう黄ばむらしいね。もうなんかおしっこみたいな色になって、もう汚らしいんですよね、なんか。できるだけ薄いケース。ちゃんと無接点充電できるケース。なおかつ、今まで僕が使ってきたこの機能が内蔵されてるやつは、ないのかと思って、いろいろ探したんだけどね、ないのよ、これも。だから、今回はね、僕ね、二つのものを合体して、これと同じようなものを作り上げることにしました。はい、それではご登場いただきましょう。まず、一個目がこちら。Amazon で一番安かった、今までの、これとおそらく同じ材質であろうケース。2個目がこれ、アイリングスライド。このアイリングっていうのはなんかどうやら iPhone とかでもおなじみの、もう携帯につけるバンカーリング的なところの、もうなんか一番有名な会社みたいです。これも Amazon で買いました。のなんかいろいろついてるぞ。なんだこれ。わー、ベルトいるこれおー、なんかなんかすげえプラスチッキーですぐ壊れそうだけど、なんかもう一個ストラップついてます。まあ、これは置いといて、僕が求めるのはこれ。これあーすげえピカピカー。なんかでもすげえ極薄だね。これよりもなんか全然強度がなさそう。これなんか結構硬いんだけど、これはもうなんかふにゃ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 って感じ。でもこれ見比べたらもう一目瞭然、全然色が違う。ああ、やばいけど、その分結構パッツンパッツンについてるから、すごい、ピタッとはまるね。ここのカメラの部分もちゃんとこのギリギリのところを攻めて、ここも空いてるし、この隣のところも、こんな感じでちゃんとくり抜いてある感じ。こっちの方はさ、ほら、こんな感じでなんか、大雑把な切り抜きだったんだけど、これはもう完璧にチキッってなってるね。いいね。横の部分はこれ、ちゃんとここもゴムで保護されてて、けどちゃんと押しやすいようにこうスリットみたいなのが入ってて、いいね。安いけどいいね、全然。次の商品がこれ、アイリングスライド。あ、こっちはなんかこう、メタルな質感っていうの？ああ、なるほどね。こうなんかちょっと、どれぐらい耐久性あるんだろう、これ。貼ってみます。はい、貼っつけてみました。こんな感じ。ちょっとね、全体的にこう、なんていうの、下の方になるよね。下の方にこう貼り付けてみました。これでここをこうやれば、こう縦でいけるよ。ご覧いただけるであろうか、ほぼ直立みたいな感じで、これをもっとこうしていけば、ほらもう直立っていう感じ、三点倒立みたいな感じで立てれるね。してこれをこうね、下げていけば、おーっと、ここ、ああ、これするとちょっとこうなっちゃうね。もっとスライドする？もっとスライドさせれば、ああ、いいね。好きな角度で。しかもこれ多分横もできるでしょ、横も。あ、横置きもできますよ、ちゃんと横置き。ほら、
いいね。いいね。いいね。あ、これいいね。ちょっとこれ成功じゃない？今回。ちょっと選択としてめっちゃいいかも。このただの透明ケースに、このアイリングスライドを貼り付けることによって、いいね。僕がね、車の中とかで使ってる無接点充電についても、ここにね、ポイントがあるんだけれども、このアイリングスライドならちゃんとこう下に下げて、ここに邪魔にならないところに持ってこれるから、ここのね、無接点充電のポイントをちゃんとこうすることによって、ほら、こんな感じで、ちょっと GoPro 寄れないから見づらいけど、ちゃんと無接点充電もできますよと。いや、便利だね、これ本当に。めっちゃいいわ。ちょっとギャラクシーの人これいいんじゃないですか？いや僕ね、もうめっちゃ見た。楽天もめっちゃ見たし、アマゾンもめっちゃ見たけどね、ほんとね、ろくたらケースないんですよ。だからね、いやこれいいわ。このなんてことないケースにアイリングスライドおすすめです。もうめっちゃいい。絶対これいい。はい。ということでね、こんな感じで、買ったものとかもいろいろ紹介してますんで、もしよかったら、チャンネル登録していただけたらと思います。あ、そうだ。この今日買ったこれに関してはね、概要欄にリンク貼っておきますから、もしよかったら見てみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。じゃあのー。just show you. Yeah. ショック、パン屋が開いてないっていう。もうこんな感じ。はい、今日はこんなに広いスタジオ。Amazon で売ってて、Amazon の方にハイテックプレミアムということで、ほら、もう全然、ちょうど今目の前に見えてるのが札幌駅。さあ、北海道ですよね。おー、すごい。うまそう。